2023年6月初旬にウクライナ軍は、国土の東部ドンバス地方のルハンシク州とドネツク州及び、南部のザポリージャ州とヘルソン州の一部を占拠しているロシア軍に対して、反転攻勢作戦を開始したよ。2022年の秋に北東部のハルキウ州でロシア軍はウクライナ軍による最初の反転攻勢を受け、陽動作戦に引っかかったロシア軍は大きく後退することになっていたよな。しかも、多数の戦車や装甲車を置き去りして敗走してその多くを路獲されるなどの醜態を晒していたよね。さらに、ハルキウ州の占領地を奪還されただけでなくルハンシク州やドネツク州においても大きく西方に押し戻され、南部のヘルソン州では同州内を流れるドニプロ川の西岸一帯において州都ヘルソンを含め広く奪還されるなどして、それ以来姿勢に転じていたぜ。さて今回はウクライナ軍の反転攻勢が失敗ではなく、地道な戦術への方針転換であるとの見方について、詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。ウクライナ軍は秋の反転攻勢を、自軍の再編に取り組み、アメリカをはじめとする北大西洋条約機構NATO諸国から供与された新型の戦車や歩兵戦闘車、装甲兵員輸送車などの訓練を進めるなどして、次の反転攻勢をかける機会を狙っていたんだけど、ロシア軍もその間に消耗した部隊の再編成だけでなく、占領地域の要塞化を進めていたんだ。その一方でロシア軍は、ルハンシク州からドネツク州を経てザポリージャ州まで、強大な防御ラインの構築を進め、二重見えの塹壕に加えて対戦車防御用障害物の U の刃なども長々と構築した後ろに、強力な砲兵陣地を築いて万全の構えを敷いて、ウクライナ軍を待ち構えていたみたい。ウクライナ軍は西側諸国の戦車などの装甲戦闘車両の操縦訓練を終えた兵士たちによって、人員4万8千人ともされている12個の機械化旅団を新編して6月初旬に、ドネツク州の南部、およびザポリージャ州でそれら部隊の一部による反転攻勢作戦を開始していたよな。作戦開始後、西側の多くのメディアや軍事専門家は、ウクライナ軍の戦車戦力が格段に向上したのとは正反対に、ロシア軍は新型戦車の多くを失い旧式の戦車を保管在庫から再生させるなど装備に窮していることや、侵略開始時から指摘されていた兵士の士気が低く戦意に欠けることなどから、前年のハルキウ州における戦史に残るとも言われた快進撃が再び繰り返されるものと見る向きが多かったぜ。しかしながら、ロシア軍が築いた防御陣地は強固で、ロシア兵の抵抗は想像以上に頑強であり、さらに防御陣地周辺の地雷原に常識では考えられないほど濃密に地雷が埋められていたことや、航空優勢がない中での機械化部隊機構部隊による防御陣地攻略戦の難しさも相まって、ウクライナ軍は前進を阻まれ西側のメディアや軍事専門家は失望し始めていたらしい。やがて反転攻勢開始から2ヶ月となる8月になると、多くの西側メディアや軍事専門家は口々に、ウクライナ軍の進撃速度が遅すぎるとして、反転攻勢作戦は失敗しているのではないかとの声が高まりだし、インターネット上や SNS 上でもウクライナが負けると主張する意見が散見されるようになるのだが、この風潮に対して異を唱える声もあるぜ。例えば、ピューリッツァー賞2度受賞の元戦争特派員であるトーマス・リックス氏は、戦争の最前線での取材は危険であるものの、比較的簡単であるとして、最前線ではそこで見聞きしたことをただ書き留めるだけで記事になるからだが、戦争の全体像を正確に取材するのははるかに難しいと述べていて、その理由として戦争の行く末を見極めるには戦略、兵站、指揮など、直接見て観察することができないものをある程度理解しておかねばならないからだとしているね。このことに関しては、セントアンドリュース大学のフィリップス・オブライエン教授もまた、同様の主張を展開しているよ。オブライエン教授は、これまでこのロシアによるウクライナ侵略戦争の開始から現在に至る戦況について、的確に指摘し続けている戦略研究であるが、彼はフォーリン・アフェアーズ誌において、ウクライナ侵略戦争は、一つの国家が大規模な敵対勢力を打ち負かすには、優れた兵站能力と強力な経済力が必要であることが明らかにされたが、
このような大規模な戦争に勝利するためには、この二つの要素だけでは十分ではないとして上で、戦争ではモチベーションが高く、よく訓練された兵士で構成された軍隊が必要であり、この点においてウクライナ軍は侵略者のロシア軍よりもはるかに決断力があり、戦闘に熟練していることを繰り返し証明してきたとして、侵略の正当性に疑問を感じたまま戦線に投入されたロシア軍兵士と、国土と家族を守るとの大義の下に高いモチベーションを保持しているウクライナ軍兵士との違いの大きさについて言及しているんだ。また、ウクライナ軍の反転攻勢がここまでのように展開せざるを得ない理由の一つとして、航空戦力の大きな差によってウクライナ軍が航空優勢を確保できていないことがあるぜ。ウクライナ側は反転攻勢を開始する以前、侵略を受けた当初からアメリカや NATO に対して F-16 ファイティングファルコンなどの、西側戦闘機や攻撃機の供与を要請していたのであるが、ロシア軍がそれに対して反応し、戦争を拡大させることのみならず、核兵器を使用する恐れを主張して頑なに戦闘機の提供を拒否し続けていたんだよな。それでいてアメリカや NATO は戦車や装甲戦闘車両を提供して、飛行部隊を中心とした諸兵科連合作戦の遂行をウクライナに求めたのであるが、この諸兵科連合作戦で一番重要なものは地上部隊を守る航空優勢の確保であることは、軍事を少しでもかじったことがあるものなら簡単に理解することができると思うぜ。アメリカのウォールストリートジャーナル紙は、ウクライナが大規模な反転攻勢作戦を開始したとき、西側の軍事関係者は、ウクライナ軍には国土からロシア軍を完全に撃退するために必要な訓練や砲弾から、戦闘機までの全ての武器を持っていないことを知っていたとして、彼らはそのことを承知した上で、ウクライナ軍兵士の勇気と基地に期待したのだったが、ウクライナ軍の大幅な前進はほぼ阻止されてしまったとしているね。ウクライナ軍はザポリージャ州を主作戦正面として反転攻勢を開始したが、ザポリージャ州のトクマクにつながる方面におけるオリヒウ軸の戦闘において、戦車を中心とした機構部隊で攻撃を開始したが、地雷原の処理に手間取りドイツから供与されたレオパルトにやアメリカから供与された。M2 ブラッドレイノなどの新型装甲戦闘車両に大きな損害を出して攻撃は失敗したと言えるよ。しかし、ウクライナ軍はこの失敗を反省して阻止作戦インターディクションオペレーションとの慣れ親しんだ作戦に変更して戻し、小部隊小隊や中隊レベルを中心に機械力と人力によって地雷処理を確実に行いながら、夜間や森林などを利用して隠密裏に敵に近づいて敵に接触し、発砲させることで確認した敵の砲兵部隊に対して砲火力を浴びせるという戦い方だね。ウクライナ軍はこれによって、時間をかけてロシア軍の砲火力を弱体化させることに成功しつつあるとされ、ウクライナ軍関係者によれば阻止作戦は、後方地域の砲兵陣地や兵站施設などの軍事目標に対して実施され、ロシア軍の兵站能力と対砲兵戦能力を低下させることに成功していて、ロシア軍の損害の約 90% はウクライナ軍のミサイルや砲兵部隊によりもたらされたものだとしているな。つまりウクライナ軍の反転攻勢は、自軍人員の損耗を最小限に抑えつつ、ロシア軍の人員と装備を徐々に時間をかけて損耗させることを優先する作戦であり、戦術の転換によって昨年のようなスピード重視の領土奪還を優先していないってわけだぜ。これによってウクライナ軍は航空優勢を確保していないにもかかわらず、反転攻勢を実施している各方面において次第に優勢に立ち、ロシア軍の防御ラインを少しずつ切り崩していると見られ、アゾフ海までの脱を目指しているモクリアリー川流域の方面では、戦い慣れた4個の海兵旅団を投入して8月15日にはウロジャイネの集落を奪還し、その先のスタロムリニフカに迫ろうとしているな。後方兵站施設などを攻撃されて補給が滞りつつあると見られるロシア軍は次第に飢餓状態になっていると見られ、ウクライナ軍がどこかの位置点を崩して防衛ラインの内側になだれ込むことがあれば、一気に崩壊する可能性があるとの見方も出始めているみたいだね。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。